川さくらでツイートした方がいいじゃん。あ、もうツイートできないんです。聞いてください皆さん。ツイートしようとしたらなんか申し訳ありませんがポスト投稿できませんって出ました。バグりました。時間の無駄になるからもう始めとこ。なんか弥生っぽい声聞こえたくない。もうねダメなんですよ私の。乗っ取られたのかな。電波悪いんじゃん。いや電波でも普通に検索とかは見れるね。ツイートだけができへんくて。なんだそれ。となんでやろう。待ってこれ挟まってない。いただきます。これはスマホが挟まってない。鮭茶漬けです。ショールームの価格最悪。何してんの。ここ2週2回連続 B2 お茶漬け弁当。お茶漬け。あ、来た。あ、来た来ました。来たー。サカサカアヤ読んで。サカサカアヤ読んで。あ、後で行きます。すいません行きますか。あ、やばい同時に始めちゃった、うん、すいません。あ、ティッシュ取ってもう、もう左に行ける。あれやん、あやか。あのさ、うん、宮脇さくらさんみたいにさ、うん、ティッシュ欲しい。下からさ、うん、配信したらいいやん。マッサージされながらあの穴の下に置いてさ。え、あ、これ確かに。でもお茶漬けも食べたいからお茶漬け穴から食べながら、うん、ショールーム配信多分その穴にブチってついて、うん、みんな何いただきます。鮭茶漬け。明太子の人おる。明太子焼酎法で鮭になりました。寒くないです。あの衣装着てるから汚しちゃダメやから。え、これ海に来てます。やばい。もうダメかも。なんで？いや、たぎきだし。もう無理。もう無理かね。おはようございます。おはようございます。やったんなら大丈夫だよ。なんで？やったんがネガティブモード入った。やったんを励ましましょう、みんな。衣装から衣装に着替えました。私は着替えるっていう行為がめっちゃ嫌いなので、もう衣装から衣装に着替えます。いつも、うん、え、着替えるの。まこと弥生はもうできない。ジャージに着替えました。いつもは衣装やねんけど、うん、今日はちょっとゆっくりしたくて、うん、ちょっと時間あったから。もう一回休憩しないといいですね。弥生はいつも着替えてるんです。一回休みたい。彩香はなんでかいつも時間ないから、うん、そうね。あやかはいつも時間ない。あやかマジなんでかいつも時間ない。いつもさ、うん、人の3倍ぐらい急いでるような。え、そう。え、なのにいつもギリギリなの。え、優しい。あやか毎回食べてるで。食べながら配信してるのに。えらい。こんにちは。猫ちゃんです。猫ちゃんたちです。近重さんがお茶漬け食べてるって言ってる。そりゃ買ってきてくださったのがお茶漬けやから。ありがとう。お茶漬けと冷やし中華。冷やし中華。え、マホもそのさ、うん、歌さかかってさ、うん、ちょっと嫌やった。え、あやかと同じさ、やばい、かわいい、こうやったってことが嫌やった。かわいい。なんかマホに嫌がられてるし、あやかかかってるし、もう大変たであらしない。まあ、今日は4人でお揃いの髪の毛しました。あやかを真ん中に置かんほうがいい。なんで？よく食べるから。よく食べるから。よく喋るから。いいやん。え？だって無言配信4人で、うん、4人で無言はシュールすぎね。顔だけを見せようの回。ああいいよ。じゃあ顔だけ。じゃあ弥生のカラオケ配信しよう、うん、歌とって。ご飯中に歌ってわかんない。厳しい。厳しい。黙食。でもなんか勝手にさ食べてる時無言になっちゃう。なんかさ、うん、ご飯中に歌ったらあかんねって言ってる人がさ、うん、食べながらさいつもさ見て歯に見せついたいいとかで見せてきてるのよ。いやそれはしょうがないことや。一番キモいそれは。なんでん。歯をご飯中に見せてくんのキモい。なんで歯
に挟まったの見せてくるのはちょっと嫌や。ムーンの砂糖。うん。皆さん許せますかそれ。なんかお米さ硬い。足りてないんちゃん、レンチンかな。何分した？1分半600ワット。え、いけるよ。いけてるかな。すぐしたら。そうする。多分おにぎりだったから。かな。固まってただけ。おにぎりだからか。うん。確かに。今気づいた。うん。ここはさ。うん。今喋ってたからさ、喋ってたしさ、うん、いろんな人映してるけど、いや自分しか映してないから、ただのさ、無言でご飯食べてる。みさきも、みさき、みさき一人しか映って、あ、でも片耳だけ映ってる。無言でご飯食べる、いやうを垂れ流してしまっていました。いいよ、可愛いから。ゲホゲホ。ゲホゲホとか言う人おらんて絶対。無理がある無理がある。ちょっと無理がある。だって席でそうゲホゲホって感じだった今。ゲホゲホ。はあ。ないですね。昔前に売ってんのこの見た時。そうなの？めっちゃいいやん。めっちゃさ。うん。普段の会話みたいな。びっくりしたんやけど。坂田は表記見てる。コメントで高島屋でご飯食べた。このお茶漬け買って食べたけど美味しかった。うん。結構いい値段するから。そうなん。近重さん奮発してくれてるのいつも。近重さん。近重さん。最近うどん来てないくて寂しいな。うん。あの唐揚げ食べたいな。な唐揚げ食べたい。うん。でも唐揚げゆうみさんいないと。確かに。え、そうやで。うん。N またいたときに。もうそれナンバーワングランプリ覚えてる？うん。うん。なんかファッションショーの時。ああ、夏。あの時に、なんかミニライブ一緒に出て、うん。パワーファミ、唐揚げが置いてあって、そこで、うん。なこちも食べって言って、くれた。うん。ね、食べさせてくれたの？うん。食べて。前のさ、N の時さ、しょっちゅう唐揚げあってんけど。2箱。確かにゆうみさんと公園出た時はだいたい唐揚げだったイメージ。ゆうみさんがチキチキさん唐揚げ食べたいですって言ってチコシグさん。赤ちゃんからの誕生日プレゼントは靴下です。全然ちゃん話始まった。コメントやこれは凍ったイチゴです。中に練乳が入ってるんです。凍ったイチゴ加工できんかった。あと3つやったのに。イチゴえ、カフェガさん優しい優しげさんすぎ、それは優しげさん優しげさん企画カフェなんです。お寿司食べれないのは弥生とまこです。みさきもみさきも無理やったの、うん、えだから絶対海鮮のあるとこに行かへんで。でもクラは行く。クラめっちゃ行くんだ。ちらなんでなの。サイドが美味しい、うん、オニオンリングめっちゃ美味しい。あれ天ぷら天ぷら食べなさいよ。あ、天むすめっちゃ美味しい。エビ天のなやつでなんか海苔があってその上にシャリが乗ってね、うん、でここにエビが乗ってて、そのとこ上になんかカニの、うん、みたいな、うん、タルタルみたいな。配信で言っていいか分からんけどさ、うん、前それ食べた時めっちゃエビちっちゃかった。絶対か。でも値上げしてた。絶対ダメ。今の絶対ダメ。私は何も思ってないです。坂田の見解です。坂田美咲の個人的見解です。それはちっちゃくなっちゃった、うん、だからやばってコメント来てるよ。言うてもってるでって。え、あかんあかんやろ。そうなの。事実や。批判やから。一生 CM できない。宣言撤回しとく。いや別に。あそこは何やろ。別に帰ろって言ってないよ。話すかって話。話すかったんだ。そういう時もあるよ。エビにも答えされたからさ。うん、確かに。10人トイロって感じ。うん。まあでもその時お腹いっぱいやったから。まあ、ちょうどよかった。あやかは中トロにハマってました。中トロ食べたい。マグロの中トロ？うん。うまい。ほんまに。ええもん食べてますね桜田さん。そんなことないです。2個も取ってきたんですよ。お寿司食べたい。羨ましいだろ。でもさ、中トロってちょっとなんか癖な無理やん。好きです、ありがとう、
眠そう顔ちょ眠たかったお腹いっぱいになったから余計やった、うん、うん、つやちょっとちょっとよいがずっとアイドルしてる、うん、こっち立てるなんかなんでこっちは立てない、やよいだけ携帯こんな気になるんや、うん、近重さんってさ絶対ショールームしとるさメンバーにちょっとちょっかいかけたいよな、あやかもめっちゃ前やけどさショールーム やめなさ、ついたいついたいよな、だってお弁当食べとったのな、出たがりやな、こうやって来とってなんかさ、え指さしてな、ね、ちょ聞いてほんまに、うん、こうやってなこうやってとってほんまに聞いてほしい、あやかショールームしなんかお弁当食べとった近重さんがだってこうやって聞いてないやあやかのお弁当さって野菜残してるって言ってさなんかさ、近重さんさ、2人で誰かと通称を撮ってる時もちょっと後ろにうっとってさなんか探したふりしてくるしさ映りたいよ、夜公演の髪型はまだ決まってないです、かわいい、かわしげさんすぎ、夜の髪の毛の印象え、前髪とかどう体育祭、うん、入んねんだよ、帽子にあほほ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 、そうや、帽子の存在を忘れてるんですよね、やっぱりどっかのさ曲中で帽子投げるっていうのどう？どういうこと？奇跡？奇跡？冷めてきたお茶漬け。え、こんぐらいにしよっかな前髪。うん、かわいい。ちょっとナスビみたいやからやめる。どういうこと？誰ってこと？ハチワレ？ハチワレ懐かしい、それ。え、なんかそれでハチワレみたいな話せんかったっけ？うん。うん、怒られた。あそうや、8割が伝わらんくって懐かしい、あ、怒られちいかわが伝わらへんかったんや、猫、猫の8割の話をしてたんやけど、やはい、ナンバ笑顔は8割猫や、今 B2 かなんで、ほんまや、8割猫や、8割猫や、今たま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 でも今のさ時代で8割って言ったらさやっぱアニメの方出ちゃうよね、ちいかわシリーズもね、でもダンスの先生には伝わってたよね、猫好きやからやろ、猫好きやから先生が猫好きで伝わってめっちゃかばってくれた、うん、先生優しすぎる味方優しい、うん、ま、偵察に来ました、寒い急に寒いここ寒いよ、うん、寒い、冬やばいもん、やばい、これ着てるぐらいがちょうどいいんちゃう、え、今ちょうどいい、うん、ちょっと眠そう、入れて、あ、やめろよ急に寒くなったんやけど完食、人んちみたい、やよ、はい、やよです、そう、今、やべさ、全然近く過敏じゃないのに今一瞬近く過敏で決めてすぎて、治るん近く過敏って、うん、え、うん、知覚過敏って何体質あれって万年知覚過敏に言うんだけど、どうやったら治る、もちもちあ、違う、うん、あ、そうや、アイス食べんの早いこの人、あ、そうやくっつきすぎやろさみんなヤヨのことが好きやからアヤカの配信コメントのヤヨばっか今日も映ってるし阪神今日勝てばいけるよ、おお、頑張れ本当に、キラキラキラ、なんでなんでなんでおいしょおいしょ、おいしかったです、おいしかったです、お茶漬けマジでヤヨは猫舌、え、全然、え、ヤヨイは、うん、あの猫舌なんじゃなくて、うん、神経が届いてないだけ、うん、あの、やけどしてるのに、うん、気づいてない、そうでも確か熱々のお茶とか結構普通の勢いでいいかも気づいてないだけやねん、人より慎重じゃないよ、熱いのめっちゃ得意な、え、冷たいの得意、冷たいのも得意、無敵よな、無敵クマになってきてる、あ、ほんまや、でも見て、美咲左右差弱くない、かぶりで抑えられとったからやばい、やばい顔が一番生きてるくらい、あ、うまや、あ、こっちやばい、やばくない、耳ちっちゃい、ちっちゃ、飾りで押さえてたから、リスみたいになってる、やっぱ AOK さ、毛強いからさ、これクマじゃん、こっち置いて、みさき、ほらちっちゃい、これクマ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 、じゃあランキング読みます、13位ゆいさん、ありがとうございます、12位ケイタンさん、ありがとうございます、11位セレビーさん、ありがとうございます、10位炭酸せんべいさん、ありがとうございます、9位
ケン、木崎さん、ありがとうございます。8位、ジョーさん、ありがとうございます。7位、マサヤさん、ありがとうございます。6位、カズローさん、ありがとうございます。5位、ダンさん、ありがとうございます。4位、レモン78さん、ありがとうございます。3位、ヒッチッチさん、ありがとうございます。2位、トミーさん、ありがとうございます。1位、ギャオスケさん、ありがとうございます。ありがとうございました。夜公演は何の髪型にしようかな。13位、チャハーンさん、ありがとう、バイバイ。